あ、流れ星。レフィ、一緒にお願い事しよう。はっ、か。ねえレフィ、聞いてる？あ、また世界一の医者になりたいってやつか。やめとけよ。星に祈って願い事が叶うなら誰も苦労なんかしないぜ。もうバカにして。私が本当にお医者さんになってもレフィは治してあげないんだから。ああ、わかったわかったわかったから稽古の邪魔はするな。何せ明日は久々にバレリ先生が帰ってくるんだ。俺の成長を見てもらわないとな。成長ね。そんなに強くなりたいなら意地を張らずにウルガルドに入学すればいいのに。あのな、リリー、何度も言うが俺は魔法が使えないからって言いたいわけでしょ。そうだよ。魔法の使えない魔技の騎士なんて聞いたことないだろ。だからそれを使えるようにするためにウルガルドで。ああ、もううるせえな。いいんだよ、俺は剣の腕さえあればとか言って。本当は私と離れ離れになるのが寂しいとか。あ、くだらないこと言ってないでとっとと帰れ。はいはい。じゃあ先に戻ってるけど、あんまり無理して風邪ひいても知らないからね。Thank you.
あれは。あいつがみんなを。何、はあ、どれもこれも瞳を狩られた残りかすばかり。この娘は少し違うのか。やめろ。君の瞳は美しいかい。これじゃない。貴様、これはラピスの光、マギカ。マギの覚醒に出くわすとはね。リリー、すごいじゃない、レヴィ。しっかりしろ、リリー。やっと魔法使えたね。これでレヴィもマギの騎士。リリー、リリー、これはバレリ先生。レヴィ、その姿。リリーがすべてを見つめる瞳となりし者、何時に力をか。なれるのか、俺は。マギの騎士に。いや、なるしかない。そうだよな、リリー。かせる魔法をかけるの。
忘れてきちゃった。はあ、しくったな。いっ、気をつけろ。どこ見て歩いてんだ。ごめんなさい。大丈夫？頭とか打ってない？打ってねえよ。じゃあ、お腹は痛くない？あ？なんでそうなるんだよ。頭も腹も痛くねえよ。よかった。ほら、見えないところの方が問題だって、医療魔法じゃよく言うでしょ？知るか。ていうか、お前の方こそ大丈夫かよ。膝、血が出てるぞ。うわ、本当だ。ダーク、見せてみろ。いや、これぐらいなら自分の魔法で。俺は医療魔法なんか使えないからな。普通の回復アイテムで我慢しろよ。ほら、これで立てるだろ。うん、ありがとう。ね、君、ここの生徒なの？ああ、今日来たばっかりだけどな。そっか、じゃあ編入生なんだね。私はエルル、エルルって言うんだ。よろしくね。俺はレフィだ。レフィ君か。うん、いい名前。同じクラスになれるといいね。そうだな。本当？はい、じゃあこれあげる。ん？なんだこれ。私が焼いたパンなんだ。美味しいよ。へえ、ありがとな。ぶつかったお詫びと手当のお礼と、あと出会いのお祝い。おい、どうしよう。って、そんな一口で食べなくても。お腹空いてたの？どうしたの？めぞ。急いで食べすぎだよ。Thank you.
ラピスに宿りし魂の瞳よ、我が目となりて力を示せ。ディラアルクス・オルメラーナ、ベルセルク。
行くぜ。総門の力よ。行くぜ。総門の力よ。よせ。あ、フラン先輩。大丈夫か。先輩、すいません。俺たもういい。お前たちはよく戦った。エルル、医療魔法を頼む。はい、任せてください。さて、総門のラピスか、強いな。それで、ここはマギの騎士を目指す者たちの神聖なる鍛錬の場だ。そこを土足で踏みにじればどうなるか分かっているな。コタクはもういいだろう。次はお前の番だ。調子に乗るな。
ラピスに宿りし炎の瞳よ、我が目となりて力を示せ。リーナ・アルクス・ウォルン・メラーナ・ケルベロス。マギの騎士の真の力、お前に教えてやる。攻めるぞ。行くぜ。こいつでどうだ。攻めるぞ。やっ、行くぜ。俺の力見せてやるよ。気を緩めるなよ。くそ。気を緩めるなよ。くそ。面白くなってきたな。勝負はこれからだぜ。まだだ、まだ足りない。
気を緩めるなよ。よっ！行くぜ。俺の力見せてやるよ。ここで倒れるわけには。君たち、何をしているの？一騎打ちの死闘は禁じられているはずよ。グレン、君ともあろうものが。申し訳ございません。しかし自分は。グレン、我々は何と戦っているの？ヘリシアです。レフィ、君はなぜここに来たの？ヘリシアを倒すために。ならばそのマギの力は人に向けてはならない。わかるわね？答えなさい、レフィ。相変わらず人に謝ることを知らないようだな、レフィ。お前こそ何がマギの真の力だ。相変わらずか。何せ俺は生徒たちのリーダーだからな。言ってろ。ちょっと待ってくださいよ、先輩。相変わらずって、ひょっとして二人とも。ま、そういうことだ。俺もレフィも。勘弁してくださいよ、先輩。すまない、レフィが来ると聞いていつになく熱くなっていたようだ。いつになくじゃなくて、いつもだろ、お前。Thank you.
Thank you.
you